はい、弘法摂の永田です。くさびと書いて摂と読みます。今日は京都に来ております。京都の手書き道具市の方にちょっとお邪魔させていただいております。ちょっと気になったものがあったので動画で紹介していきます。気になったのは東京のこの書斎館ですね。ここは万年筆がすごいいいものをたくさん置いてあるんですけど、なぜかここでの出店がめっちゃレトロなものがたくさんあるんですよ。びっくりしました。鉛筆削りもこの銀のやつとか、このチャンピオンとか、ね、これ気になって一つちょっと購入させていただきました。現代のもすごくいいんですけどね、やっぱり昔のちょっとレトロな感じ、古ぼけたことも含めてやっぱ古いものもいいなと思います。何度かちょこっとだけ気持ち的にインクとガラスペンと置いてありますけど、今回はこっちがメインみたいですね。いいですよね、インクミンとか。やっぱり現代のとは違ってこの味がありますよね。こんな感じで、まあほとんどこの2日間でなくなっちゃうと思うんですけど、また書斎館さんのねイベントこういうのがあればこういうの出てくるのかなと思います。あんまりちょっと紹介できないんで、隣の神戸派計画さんですね。こちらは印刷会社ですのでね、やっぱり紙が強い。グラフィーローですね、ヌラヌラ派。やっぱりその万年筆、インクだけじゃなくって紙にもこだわるっていうのはね、また面白くって、本当紙によってもね、同じ万年筆でも全然書き味が違ってくるんですよね。その中でもグラフィードはすごくいい紙だと思います。僕もかなり使っております。あとは、オリシーとか、あとはいろんな大きさのノートとありますので、こちらの方はね、関東圏の方でもいろんなポップアップで出ておりますし、ネット販売でもしております。またマネス使う方ね、グラフィーロー並びにこういうノート等使っていただければなと思っております。本当にね、ノートによって書き味が違うっていうのもすごい面白さなので、またよろしくお願いします。他はもっとね紹介したいんですけど、ごめんなさい、もうすぐイベントが始まりますので、ここで失礼させていただきます。ではでは。